現代のお金、通貨は金貨、銀貨、小判などの品物ではないのです。お金の正体は信用創造であり、貸し手と借り手、元金はないのです。この疫病がなかったら、国民それぞれの仕事、事業での収入、所得があったでしょう。国民それぞれがこの疫病で入るはずの入らなかった売上所得給与、すなわちこの疫病に盗まれた金、消えた金を政府紙幣を発行し、国民それぞれに給付しなければなりません。すなわち政府紙幣を発行し取り返してやる。これで国民一人一人、一人も漏らさず、命と生活を守ることができるのです。この疫病が盗んだ金は、二度とこの世に出てこないのです。したがって、ハイパーインフレーションなどというものは起こり得ないのです。この時、国債でもよろしいのですが、政府紙幣にしましょう。政府、NHK、マスコミは国民に国債の発行は赤字国債、将来世代への負担、子や孫世代へのツケと、このような嘘を刷り込んできました。今なお刷り込んでいます。この赤字、この国債は赤字、借金という嘘から抜け出せないでいるからです。そして政府紙幣では財政出動は政府、この政府紙幣での財政出動は将来のインフレ、デフレにも対処しやすく、コントロール、調整できます。さらには、財政出動には国債ではなく政府紙幣にするのは予測しえない今日の金融制度の崩壊と激変に備えるためです。すでに中国共産党は電子通貨を実験的に使い始めています。この疫病をきっかけに世界の金融バブルは弾け、恐慌に突入しました。まずは直ちに政府紙幣300兆円を発行し、財政出動し、国民一人一人、一人も漏らさず、命と生活を守らなければなりません。今は流れ出る血、この流れ出る血を止め、命を守ることです。国家の最大の使命は国民の命と生活を守ることです。